アロハ、こんにちは。アロハ、How's it going? 皆さん、こんにちは。今日は朝から、ウェブショップなど見てくださってありがとうございます。そして数々 の、 ショーンさん大丈夫ですかっていうメッセージをいただきまして本当にありがとうございます。こんにちは、ウェイブ、ありがとうございます。今日は、こんな感じで曇りのお天気のヒロです。そのためどっかお散歩にも行こうかなと思ったんですけれども、最近また宿の民宿ヒロの中をご案内してなかったなと思い、せっかくなので今日は、室内で、お散歩じゃないですけれども室内をご案内したいなと思いますので、よろしくお願いします。ちかみのわかさん、あきかめさん、ルナさん、ゴーゴービッカランドさん、こんにちは。ダックテイルラブさん、こんにちは。ゆきせさん、こんにちは。今日はこんな感じで、ね、結構曇りです。このお隣のうちにはね、ココナッツの木が生えてますよ。まゆいららさん、ほくらにゆかりさん、こんにちは。皆さん本当朝早くからウェブショップに載せた途端にすごくたくさんのご注文をいただいて、もうほぼ売り切れとなってしまっているんですけれども、まだある柄もありますので、もしよかったらぜひチェックしてみてください。それでなんかウェブサイトのご決済の方法でちょっとわからないことがあるなって方がいらしたらメッセージください。よろしくお願いします。民宿ヒロはですね、こんな感じのエントランスになってまして、ハワイ島ヒロのヒロ空港から徒歩じゃないや、車で5分ぐらいのところにあります。ゆうこポリアフさん、アロハ、久しぶりです。お元気ですか。メネフネさん、アロハ。665ひなのストリートというところです。ひなのっていうストリート名です。かわいいですよねではでは早速入っていきたいと思います。この建物はですね、実はプランテーションハウスといって、昔日系の移民の方がですね、ハワイ島でこう働いていらした時にプランテーションで、建てたお家です。なので、こんな感じで1階があって、そして2階が主な母屋っていうのかな、2階にこうお部屋がたくさんあるというような感じです。ここも日系の移民の方が住んでいたお家です、もともと。しぐれさつきさん、こんにちは。あ、ゆうこポリアフさん、懐かしいですね。私たちも懐かしいです。ありがとうございます、コメント入れてくださって。ルナムーンさん、ヒロンさん、ありがとうございますね。私たちはここでこういうふうに宿、あ、マウナキアが見える。皆さん、マウナキアが見えます。ちょっとね、電線があるんですけれど、その向こうに今日は頂上まで見えます、ね、雲の上にマウナキアの顔がこんなに曇りの日に出てるのは珍しいんですけど、もう雲のを通り越して頂上が見えてますね。ね、マウナキアってすごく大きいんですよ、実は。こんな感じで、実はとっても大きくて富士山よりも大きいと言われています。ゆっちさん、あやさん、一人散歩ですか。そうです、今日は私一人です。ではでは、民宿ヒロの玄関にはこんな看板があります。マハラホフォーリムービングって書いてます。これはお靴をここで脱いでいただいてます。室内は一応日本のように裸足というか靴を脱いで上がっていただけるようにしてます。なのでこういう看板をつけています。ではでは早速入っていきたいなと思います。玄関こんな感じです。もう段差はなくです。こんにちはっていう感じで民宿ヒロの中に入ってきました。見えます。
んな感じで結構ね、あの古い作りですね。ちょっと音が大きいかな。今日はジャック・ジョンソンの曲をかけています。もう入ってくるとすぐにこうリビングになっています。こんな感じです。ここにこうダイニングというか机があって、大きめのここでいろいろと食事してくださったりとかあのできます。で、廊下がこう続いていて、廊下の両端に、こういうふうにお部屋が並んでいるというような感じです。で、民宿広場はあのですね、こうやっていろんな絵が飾っていますので、ぜひぜひ見てくださいね。これあのションさんのお母さんのゆりさんっていう方がいろんなとこで集めてきた絵を飾ってます。いつか絶対行きたい。ジジさんありがとうございます。エッコさん、そうです、今日民宿広散歩です。あ、エツコ井上さんありがとうございます。多分うちの写真かな。ありがとうございます。こうやって見てくださってすごく嬉しいです。ね、ここ前ウクレレ紹介した時ここにいましたね。のんびりしてしまいそうめぐみさんありがとうございます。こんな感じでなんか水彩みたいなフラガールの絵とかいろいろあります。隣のうちのヤシの葉が結構私はここから見える景色が好きです。そして簡単なキッチンがついています。なのであのガスストップとかはガストップとかはないので、あのフルでお料理をしたりとかがちょっとできないんですけれども、電子レンジとトースターとあとコーヒーメーカーとか簡単なものはあるので、あの簡単な食事をここでご用意していただくことはできます。次回利用したいです。マッカーマッカーハワイマニさんありがとうございます。シオンさんありがとうございます。エツコさんグッドボタンありがとうございます。ゆうこポリアフさん、ここで美味しい朝食いただきました、ありがとうございます。また来てください。はい、という感じです。ここが、まあ、共有のスペースですね。そして、お部屋があります。まずじゃあ手前のお部屋から行きましょう。まずここの手前のお部屋は5番のお部屋です。5番のお部屋は、一番、大きいお部屋です。ダブルベッド、こちらが1台とシングルベッドが2台あります。こういう感じになってます。そして端っこにこういうふうに小さいテーブルがあって、メリーモナークのポスターが飾ってます。そういろんな年の、こんにちは、ありがとうございます。リダリダさんアロハ、ワクワクアロハさん素敵ですね、ありがとうございます。ミッキー0828さん、すだれは日本のものですか。多分そうだと思います。されて結構便利なんですよね。そう、あのこっちのお家は昔のお家なので、こうなんでしょうね、作りが少し違うのですだれとかがあるととても便利です。こんにちはビビエルさん、あやさんたちのキッチンはまた別。そうです、私たちは、下の階に、いますので、下の階にまた別のキッチンとお部屋があります。お部屋も素敵、ありがとうございます。こんな感じでね、あの外の景色がバーッと見えます。ちょっと電気をつけようかな。あ、軽くなった。こんな感じです。ここは家族、ご家族とかお友達とか、ね、2、3人でお泊まりになる方にちょうどいいかもしれません。泊まったお部屋ありがとうございます。ね、このメリーモナークのポスターがあるんですよ。これはいつだろう、2019
2010年のポスターだそうです。多分ポリアフとペレのポスターですね。いつもメリーモナークのポスターって毎年違って面白いですよね。メリーモナークフェスティバルっていうのはあのハワイ島ヒロのここから徒歩5分ぐらいで行けるんですけれども、そのフラの世界的な大きい大会の際に、販売されるポスターです。2011年のバージョン、男性のポスターでした。マカマカハワイさん、メリモの会場まで歩いていきますよ。これは何だろう、これも面白いですね。レフアのポスターです。持ってらっしゃる方もいるかもしれませんね、この2011年とか2年とかに比べた方とかは。こんな感じになってます。ここが5番のお部屋です。ルームナンバー5っていうとこですね。現在はまだあの休業中なのです。なので全部のお部屋お見せできるんですけれども、あの4月頃からですね、ちょうどメリモナークがキャンセルになった頃ぐらいからクローズしてまして、まだちょっとオープンできてない状況です。で、私たちもいつオープンできるのかなと日々思いながら、はい、過ごしておりますね。でもきっとまた開く日がちゃんと来ると思うので、ちょっとその日を楽しみに今は頑張りたいと思います。ここはですね、じゃあ次行きましょう。4番ってお部屋です。一人部屋ですね。こんな感じです。実はここは私が一番最初にミュージックヒーローに来た時に泊まったお部屋です。なので思い出のお部屋ですねマリペペリンさん、メリモナークを見に行き、宿はヒロさんのとこに宿泊させていただくのが夢です。ありがとうございます。こんな感じです。ここはもう机が1台とこういう風にベッドが1台あるお部屋なので、あの一人旅とかの方によくご利用いただいているお部屋です。近いですね。ありがとうございます。そうなんです、ここからカヒコの音とか聞こえますよ。どんどんどんってこう皆さんステップ踏んでるのとかが、なんか地鳴りみたいな、地鳴りっていうのかな、なんかそんな感じで聞こえてきます。メリーモナーク見に行きたいね。私も早く開いてほしいなと思います。ちょっと今日は曇ってるのでちょっとだけ画面が暗めでごめんなさいね。次が、3番手お部屋です。今543ってきました。ここも泊まりました。ありがとうございます。ね、泊まった方がこうやって見てくださってるのなんかすごく嬉しいです。ここが3番のお部屋です。ここね、ここにもメリーモナークのポスターが貼ってあります。なんで2段ベッド、なんか最初は2段ベッドを置くはずだったんですけれども、そう、なんかね、いろいろと計画があったようです。私が来る前のことなので。この3番のお部屋の、窓からはお庭がちょうど見えて、ここでゆっくりするのおすすめです。で、こんな感じでお庭が見れます。ちょうどこんな感じです。イメージしたより素敵なお部屋ですありがとうございます、ね、この民宿広は1930年代ぐらいに建てられたお家なんですね、もともと。なのでとても古い造り の窓とかをしてます、うん、だからもうすぐしたら多分広の文化遺産みたいな感じで、文化建築物みたいな感じになるんじゃないかなと思っています。まいこさん、ありがとうございます。さとみ田中さん、ありがとうございます。
こんな感じです。大きい鏡があります。そしてこんな感じで、あ、なおこさんこんにちは。こんな感じでお庭が見れます。そう、このお庭がちょうどこうよく見えるお部屋が3番のお部屋です。ションさんがこの前芝刈りをしてくれていましたね。ションさんちょっとだいぶ良くなってきたみたいなんですけれどね、まだちょっと大事をとってというか休んでいます。ですがだいぶ良くなってきました。本当に皆さんの温かいメッセージいただいて本当にありがとうございます。まあ多分ずっと今年一年中気が張っていたような感じだと思うので、皆さんみんなそうだと思うんですけどね、ちょうど冬になって疲れが出てくる頃かなと思います。私も気をつけようと思います。皆さんも暖かくして気をつけてください。レオマーコさんありがとうございます。リツコムさん3番に1人で泊まるの最高です、ありがとうございます。結構ね1人でね泊まるのもいいし、ご夫婦とかカップルとかだったらダブルベッドなので2人で泊まることもできます。おはようございます。ペコさん、めぐみさん、そんな歴史のある貴重な建物なんですね。そうなんです。結構ねこのひなのストリートには古いお家がたくさん残ってます。昔の日系のプランテーションで働いてた家族の方が家族が多かったんですね。12人とかでこのお家に住んでたっていうふうに聞いております。メダカ子さんありがとうございます。そしてションさん良くなってきました、ありがとうございます。そしてこちら2番のお部屋です。そう、ションさん無理しないでね、ありがとうございます。2番のお部屋です。早く良くなるといいですね、ありがとうございます。皆さんもお体気をつけて頑張ってください。こちらは2番のお部屋です。ピンクのお部屋ですね。ピンク色のこのペンキを塗っています。実はですね、このうちをションさんとションさんのお母さんが最初に見つけてここで宿を始めたんですけれども、ションさんってね実は昔大工さんだったんですね。なのでこのいろんなリフォームだとか床張りだとか床を張ったりとかペンキを塗ったりだとか全部ションさんが宿を始める前に自分でやったものですね。なのでなんて言うんだろう、すごくこのお家はションさんの魂がこもっているというか、本当に一つ一つ手作業で古いお家をリフォームしたという感じなので、そういうのももし感じていただけたらなと勝手に私は思っています。このお部屋はすごく可愛くてピンク色です。ピンク色のこういう線が入っています。このお家は私は2016年頃にハワイ島に来ているので、それを以前は知らないんですけど、ションさんのお母さんから聞いた話によると、もともとすごくね
古いお家でもう今にも壊れてしまうわけじゃないですけど、だいぶ古いお家だったそうですね。で、あのここに昔日系の家族として移り住んできた方の一番末の娘様が今90何歳とかの方で、その方が一人で住んでいらっしゃったらしいんですね、ショーンさんたちが初めて来た時に。でそのお家をショーンさんたちが引き継いで、こういう風にリフォームしてお宿になったというような経緯です。ピンク可愛かった、ありがとうございます、ね、ショーンさんはあんまりこう、ね、自分で言わないのであれなんですけれど、ショーンさんはね、いろんないろんなことを経験している私のお師匠です。では1番のお部屋行きましょう。1番、これがラストのお部屋です。民宿広は5部屋なので、こちらが1番奥のお部屋になります。ここはシングルベッドが2台あります。でこっちはさっきのはピンクでしたが、今回はこちらは緑色です。あの薄い可愛い緑に塗ったそうですね。なんかすごく可愛いなと思います。ソフトな緑色。泊まりたい、メロンさんありがとうございます。本当にショーンさん素敵な方ですね。ショーンさんすげえ、ありがとうございます。飾られている絵が本当に素敵です。そう、ショーンさんのお母様ですねがセレクトしたいです。すごく素敵な方ですよ、このお家を本当に一から綺麗にして宿をスタートされたのがショーンさんのお母さんなので、本当にすごいなと思います。お花が見えるハイビスカスです、さっきのお部屋にあったのは。レインボーフォールの写真ですね、これは。前城真由美さん、本当にいろんなことできるんですね。私も自分が今まで何をしてきたんだろうと思ってしまうぐらいの時もあります。でもいろんなことも、学ばせていただいてます。ベッドが可愛い、ありがとうございます。ここから見える、この窓から見えるのはマンゴーです。マンゴーの木です。だいぶねもりもり大きくなってきて、そろそろ剪定しないとどうしようって言ってるところです。ベッドかわいい、ありがとうございます。ニャオリンヒロさん、こんにちは。ライブ見てくださってありがとうございます。民宿ヒロの1番というお部屋です。これは、ここのお部屋にあるのはシングルベッドが2台なので1人か2人お泊まりになれるという感じです。けいこさん、昨年12月にお世話になりました、ありがとうございます。こちらこそご利用いただいてありがとうございます。ショーンさん、内装リニューアルデザインされた万能、ありがとうございます。絶対に泊まりに行くね、嬉しいです、ありがとうございます。なおこさん、ところどころのセンスが抜かりないよね。そう、本当にそう思います。私もすごいなと思ってね、知れば知るほど、すごいなと思います。本当にリサ・ジャック・デリアさん、どの部屋も家具も素敵、ショーンさん、ショーンさんのお母さんのセンスの良さが伺いましたって、ありがとうございます。1番のお部屋はお部屋もこうやってお庭が見えますね。お庭、今日はちょっと曇りなんですけれども、あそこにデンファレとかが咲いているのが見えます。
こさん、マンゴーを収穫して食べるのですか？あ、そうですそうです、あのマンゴーの時期はすごくたくさん、年にもよるんですけど、あの取れる年はすごくたくさんマンゴーが取れるので、あの朝食にお出ししたり、あの冷凍してマンゴージュースにしたり、いろいろしてます。今はあのオレンジの時期です。なのでオレンジがいっぱい取れるので、オレンジジュースを作ったりとかしてます。えいこさん、ショーンさんのお母様のイメージ、大草原の小さな家のお父さんお父さんになっちゃってるんですね。でもそうですね、ショーンさんのお母さんも本当に万能で、あのとてもなんていうのかな、すごくハイスペックな方ですね。うん、ゆうこぽりあふさん、夜は静かでゆっくり休めます、ありがとうございますね。夜はコキの声がします。コキコキってね、あのカエルの声がない、あの聞こえますが、それが大丈夫な方はハワイ島でちゃんと寝れるかなと思います。あのハワイ島初めて来られる方は、最初なんか鳥の声がするんですって、眠れないんですけどとかってあのおっしゃる方がいるんですけど、あの鳥の声ではなくカエルの声なんですね。そうで、あのカエルがあの夜鳴いてるので、まあ、でも2日3日してると慣れてくるかなと思います。シオンさん、マンゴーの木もりもりでトトロがいそうですありがとうございます。クミさん、見てるだけで落ち着きますね、ありがとうございます。では、お手洗いバスルームに行ってみたいと思います。バスルームも、共用のところです。なのでこういうふうに2つありますね。で、あのもう1つお手洗いもあるので、そちらも使っていただいて大丈夫です。まみこさん、素敵なお部屋ですね、ありがとうございます。いつか主人とぜひぜひナオラブさん来てください。ヒロマイカイさん、ショーンさんのお母さんにも会えますか。あ、ショーンさんのお母さんは、ね、今サンあのカリフォルニアの方にいるんですね。なのでたまにでも遊びに来たりとかもしますよ。家族で泊まりたいな、ぜひぜひ。民宿広は B&B です。そうです、朝食ね、朝食いつか見せますね、ありがとうございます。クミさん、ショーンさん、あやさんとお話ししたい、私もお話ししたいです、ぜひぜひいらしてください。今日はこんな感じで iPad でしております。国旗の大合唱の中で眠りたい、そう、こんな感じで、バスルームがあって、お手洗いがあって、あのシャワールームがあります。こんな感じ。そして、かわいい魚のステンドグラス、ヒョンさんのお母さんがステンドグラスが好きなので、ステンドグラスもいろんなところにあります。こんな感じです。絶対また行きますって、ありがとうございます、お待ちしております。素敵ですって、ありがとうございます。感じでね、もう一つお手洗いもあります。私もコキが鳴いているとヒロに来たなと感じるな。なおカーペディエムさん、ありがとうございます。
リフォルニアドリーム、そうですね、カリフォルニアドリーム、ルナ036303、ここでインスタの皆さんとお会いできるかもしれませんね。ありがとうございます。私もここで皆さんとお会いできるんじゃないかと思って、本当にそれを楽しみに毎日過ごし頑張っています。ぜひぜひ合宿とかもやりましょう。本当にこうやってね、今すごくたくさんの方とつながれていて、あ、そうだ、今日朝起きたら6000人を突破していました。皆さん本当にありがとうございます。本当にここまで、ね、来れたのもずっと見てくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。居心地よさそうですね。どこを振り向いても素敵、ありがとうございます。はい、こんな感じです。ここでいろんな方とねお話ししたいなって私も思っています。ね、こんな感じです。しっかり鍵も一つ一つのお部屋についてますので、ご自分の鍵をお渡しして、それで鍵をロックしてお出かけいただけるような感じになっています。ゆかりらなさん、こんにちは。アイムラブニットさん、ハワイ島行ったら伺ってもいいですか。ぜひぜひいらしてください。ハワイ島日帰りとかの方ももし時間があればお庭だけでも見に来てください遊びにいらしてくださいね。マカラップはウルマヒーヒーさん、いろんな国から来た宿泊者の皆さんとここでお話してきたのがいい思い出です。ありがとうございます。そう、ここは日本の方だけっていうわけではないんですね。以前営業し中止で 休業する前はどっちかっていうと外国の方の方が多くて、アメリカ本土から来る方とかヨーロッパとか、あと中国とか韓国とか、ね、そういう台湾とかインドとか、もう本当に世界中のいろんなところからいらしてくださったんですね。なので世界中のいろんな方が来られます。うんなのででももし何かトラブルとか、まあ、ほぼないんですけど、何か言ってることがわからないとかいう場合も、私たちが日本語を喋れるし英語も喋るのでご安心ください。ヒロに行ってあやさんのレッスン受けたいです。だってなのかさん、ありがとうございます。ちゃちゃさん、早く行きたいです。合宿参加したいです。しおんさん、ありがとうございます。超初心者でもフラ合宿に参加できますかって、ありがとうございます。もちろんです。なんかなんでもそうですね、レベルに合わせてとかじゃなくて、なんかこう皆さんでこう集まって同じ曲を踊ったりできたらいいなって思ってます。英語喋れなくてもあやさんいれば大丈夫かな。英語はそうですね、でもヒロはホノルルとかに比べたらやっぱりなんて言うんですかね、日本語スタッフとかがいるお店とかはすごい少ないので、英語は多少は喋れた方がいいです。でも宿にいる際はもちろん私もショーンさんもいますので、何でも道でもお店でも何でもご案内できるので大丈夫です。でもダウンタウンとか
海とか結構本当外国の方も多いので、ね、英語も喋れたらさらに楽しいかもしれません。ミッキーさん、古い建物とのことですが手入れが行き届いてますね。お手入れ方法教えてください。だってありがとうございます。そんな、そうですね、まあここ今もなんですけど、本当毎日毎日お掃除していますね。やっとそうすると保てるので、昔のお家なのでね、その埃とかも溜まったりするので、そういうところもこまめにお掃除するっていうことかなと思います。ヒロでひらふら踊りたいです。だってありがとうございます。いろんなレベルの方が一緒にね踊るフラいいですよね。どこも素敵でとても行きたくなります。早く再会できたらいいですね。本当そうですね。毎回来ました。3番のお部屋です。結構一押しのお部屋です。ヒロでヒロフラ踊りたいです。ぜひぜひ。予約取れるか心配になってきました。だってありがとうございます。私たちは本当に宿一本でやってきたので、本当休業の前は毎日毎日お客様が入れ替わりという感じで、ショートタームって1泊2日の方からもちろんご利用いただけて、はい、なので毎日ここに私たちはいますし、いつでも何かあったら声かけてくださいねみたいな感じで下にいます。ありがとうございます。世界中の方とねフラ踊れたら素敵ですよね。そう、私もそう思います。私もフラのレッスンをここでしているときに、フラのレッスン来てくださる方ね、本当にいろんな世界のいろんな方がやっぱフラに興味あるんだなっていうふうに思っていて、そう、本当ね、いろんな国の人と出会いました。ブラジルの人からメキシコの人から、本当に私が出会ったことのないようなイスラエルの人とかエジプトの人とか、本当にさまざまな国の人が来てフラを一緒に踊りましたね。ね、アロハ、Thank you for watching。おひなさん、こんなに素敵な宿に泊まれてフラも教えてもらえるなんて素敵です。ハワイ行きたいですね。私たちも来てほしいです。ありがとうございます。フラだけでなくハワイアンカルチャー体験したいです。ありがとうございます。そう、いろいろやってますよ。ウクレレもやってるし、レイメイキングもやってますし、お庭のお花で、あとはヤシの葉の帽子を編むワークショップをやってます。民宿が再開された。あやさん、ミシンをかける時間なくなっちゃいますか。そうですね、どうでしょう。でもね、ハワイアンパンツはずっと続けていこうっていうふうにショーンさんと決めましたので、これからもずっと作れるだけ作っていきたいなと思っています。ゆうこさん、おはようございます。キヨ808ポリネシアンさん、いつも披露に行くときどこに滞在すればいいか迷いますって。ぜひぜひ民宿披露へいらしてください。もちろん一人旅の方からたくさん泊まってらっしゃいますので、本当に時期によるっていうか、一人旅の方ばっかりの時とかもあったりするし、カップルばっかりの時もあるし、なんか不思議な感じなんですよね。すごく一つの国の人がたまたま予約が多い時とか、例えば日本の方がすごい時もあれば、なんだろう、インドの方が多い時とかもあって、すごく不思議なんですよね。なんでかわからないんですけど、
ゆったりまったり泊まりたいですね。ぜひぜひ、ありがとうございます。ね、今日はショーンさんまだね、ちょっと寝込んでいるような状況なので、私一人で、民宿昼のご案内をさせていただきました。また再開されたら、そしてハワイがリオープンして、もう何の自主隔離もマスクも何も必要なく楽しめる時になったら、ぜひぜひ遊びに来てください。体大切にね。ありがとうございます。白川寺さん、インドの方泊まられたんですか。すごい、うん、インドの方もいるし、ヨーロッパの方もたくさんいらっしゃいます。本当にいろんな国の方がやっぱりハワイが大好きで、フラとかも大好きで、ウクレレも大好きでっていう感じで、ハワイってやっぱりすごいところなんだなっていうふうに、宿でお客様をお迎えするたびに思っています。9808ポリネシアさん、今年クリスマスシーズンに毎年行くんですが、今年は諦めました。そうね、そうですよね、自主隔離があったりするんでね。皆さんありがとうございました、ね、今日は、ちょっと短いですが、ここら辺で、別れにしたいと思います。そして、ハワイアンパンツ、パレオ、歯切れセット、あと編み物ピアスですね、これウェブサイトに上がってますので、私のインスタのプロフィールからご覧いただけますので、どうぞよろしくお願いします。また何かわからないことがあれば私にメッセージください。はい、またやります。ありがとうございました。それでは皆さん、良い週末を。マハロー。 Thank you so much for watching. I'll see you next week. Have a great, great weekend. Bye.